なんだか小さくて可愛い花が咲いてますね。こんなに可愛い花なんですけども、知ってる人は知ってると思うんですけども、大変残念な名前の付けられたお花ですね。クソカズラですね。ヘイクソカズラですね。こんな名前ですけども、もう江戸時代にはですね、ヘクソカズラと呼ばれてたみたいなので、まあ仕方ないといえば仕方ないかもしれないんですけどね。拡大しても可愛い花ですよね。ちなみにこれ万葉集にも出てくるんですけども、万葉集ではちょっと違った呼ばれ方をしていて、なんとですね、ダイレクトにと書かれてますね、万葉集にはね。すごいですね。なんでヘクソカズラっていうかというと、こう葉っぱをですね、こう揉んだりすると、まあ、そういう匂いがするからということなので、ちょっと葉っぱを揉んで匂い嗅いでみますね。ニュグ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 ニュ嗅いでみます。ヘとクソで言ったらヘの方ですかね。でもそんなに強烈でもないな。ちょっと漬物っぽいような、もっとひどいのかと思ってたらそうでもないですね。次は虫の話だよ。それでですね、ヘクソカズラでたまに葉っぱがこういう風に白っぽくなってるのがあるんですけども、こういう風になってたらですね、おそらく葉っぱの裏に、ヘクソカズラ群梅っていう虫が、多分いますね。これね、ヘクソカズラ群梅は群梅虫っていう虫の仲間で、まあ形がですね、相撲の行司が持っている群梅みたいな形をしています。で、まあ、日本には70種類ぐらいいるんですけども、その中のですね、まあ、1996年に入ってきた外来種ですね。ではちょっと見てみたいと思います。いるかな。大きさが3ミリぐらいなので、いますね。これですね。ちょっとこれじゃわからないので、ここにもいるな。拡大してみます。いましたね。これはちょっと見づらいかもしれないんですけども、羽がですね、群梅の形をしています。これは幼虫ですね。